今日のおはようございます。今日の御言葉、1月3日水曜日、聖書にも主を信じる者は誰も失望することはないと書いてあります。ローマ 10:11、 The scriptures say that no one who has faith will be disappointed. The scriptures say that no one who has faith will be disappointed. この scriptures っていうのはですね、最初に大文字に S が大文字ですよね。だからこれは聖書という意味でもあるんですね。バイブルが聖書ですけど、The Scripture っていうと、聖書になります。はい。このフェイス、これが信仰です。信仰のことをフェイス、フェイスと言いますね。それから Disappointed、これは失望する。失望されるという意味ですね。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。主を信じる者は誰も失望することがない。もちろんこの主というのはイエス様のことですね。イエス様を信じる者は誰も失望することがない。イエス様を信じる者は誰も失望することがないということですね。音は、ちょっと待ってください、ね、これでマイクの感度ちょっと上げましょうかね。はい、このぐらいでいいですかね。はい、では行きましょう。ルーター持ちましたか？持ちました。今日もですね、三が日ですから、ほとんど人も車もないです。ほとんど車も人もいないという、そういう、こう、車道に出てくるのか、危ないですよね。車道にこうずっといるということは、普段はなかなかできませんが、空は青空ですね。はい、これが教会の様子ですね。教会の様子です。では行きましょう。何から話しましょうかね。いよいよ3日になりました。観光庁は4日か明日からかな、観光庁は4日ぐらいから始まるんでしょうか。私のチアスクールは来週の水曜日から、まだ1週間正月休みがあります。かなり長いですが、今日はタイトルがありまして、すごい鳥がいますね。すごい声の鳥です。今日のタイトルはですね、あなたに一番必要なものね、あなたに一番必要なもの、何が一番必要なのか、何が一番必要なのか、ね、それがとても大事なポイント。あ、イエス様、ピンポン、答え出ましたね。そう、このイエス様が必要だということがですね、
本当に理解する必要があります。まあクリスチャンでもですね、そこのとこはっきりする必要がありますね。何が必要なのか。私たちはですね、この霊的にですね、この物事をはっきりする必要があるんですね。霊的なもの、霊的にですね、見える必要があります。鳥がすごいですね。この多摩湖県というところはですね、ちょっと不思議な場所で、その野鳥、いろんな野鳥の種類が多いということと、いろんな蝶々が多いっていうのを聞いたことがあるんですが、どうしてだか分かりませんが、野鳥が多いそうですね。はい、私たち、ですね、多くの人はですね、まあ希望がないと言ったらいいでしょうか。絶望してる人がたくさんいます。その絶望してるというのはですね、まあいろんな状況の中で、まあ、絶望したり失望したりするわけです。お金がない、仕事がない、何か失敗した、何かトラブルが起きた、まあそういうことの中で多くの人は失望の中に生きてるんではないでしょうか。そのいろいろなですね、ネガティブ、まあネガティブループって、ネガティブがループするので、まあ、ネガティブループって言うんですけども、多くの人はそのネガティブループの中にはまって、苦しがっている場合が多いんです。まあうつとかうつ病とかですね、それからうつ病とか、それから統合失調症とか、さまざまなメンタルはですね、ネガティブループだと思います。多くの人がネガティブループです。それはですね、単なる精神医学だけの問題ではなくてですね、それはサタンが与えた、ネガティブ、まあ、サタンの言葉と言ったらいいでしょうか。サタンの言葉に縛られています。サタンの言葉はネガティブであり、サタンの言葉は死であり、サタンの言葉はですね、私たちの心を縛ります。共産主義、キム・ジョンウンの考え方、また IS の考え方、まさにあれは、ネガティブループではないでしょうか。本当に、多くの人たちはサタンの言葉によってネガティブループになっています。それが闇であり、サタンの言葉は闇であり、サタンの言葉は失望であり、サタンの言葉はですね、この何て言ったらいいでしょうかね、まあ、死のトゲです。死のトゲ、多くの人は、それで、弱ってしまっています。元気がなくなり、落胆しています。一番必要なのは何ですか。一番必要なのは、そのネガティブループから脱出することではないでしょうか。一番必要なのは、サタンの言葉を打ち消すことではないでしょうか。一番必要なのは、その地獄のような、絶望から出ることではないでしょうか。一番必要なのは、希望ではないでしょうか。そしてそれは、本当の希望をですね、得ることが一番必要ではないでしょうか。本当の希望とは何でしょうか。
本当の希望、本当の希望というのはそのサタンの言葉に対抗する神の言葉、それはイエス様です。イエス様がサタンの言葉を打ち消すことができる、打ち壊すことができる神の言葉です。イエス様が永遠の希望です。皆さんに一番必要なのは、皆さんに一番必要なのはイエス様ですね。イエス様が一番必要なんです。皆さんが朝起きた時にイエス様おはようございますとですね、挨拶することは、とても大事なんです。本当に皆さんに必要なのはイエス様です。本当に皆さんに必要なのはイエス様です。イエス様おはようございます。イエス様を歓迎してください。皆さんの心に歓迎し、イエス様に挨拶してください。その時皆さんの心に希望がやってきます。イエス様という希望があってこその人生、イエス様という方のがいてこその、生きる力、命です。病気というのはですね、まあ元気がなくなって、病気というのは何かこの力がなくなるような感じですよね。多くの人は霊的な病気なんですね。多くの人は霊的な病気ですから医者が必要です。本当の医者は誰ですか？本当の医者はイエス様です。本当の医者はイエス様。イエス様が命を与えてくれます。生きる力を与えてくれます。今日は1月3日ですから、まだ三が日のお正月です。この一年の初めからね、元気がなかったらどうするんですか。一年の初めに希望がなかったらどうするんですか。一年が真っ暗じゃないですか。闇の一年よりも光の一年を送りたくないですか。絶望の一年よりも希望の一年を、送りたくないですか。ですから皆さん、イエス・キリストが皆さんの希望だということを知ってください。イエス・キリストが命だということを知ってください。イエス・キリストが皆さんの生きる力だと知ってください。生きる力がなければ生きることがしんどいのです。今光が照りましたけど、イエス様こそ光です。イエス様こそ皆さんの心の光、イエス様こそ皆さんの心の光です。心の光です。心の光です。皆さんがその光を受けてほしい、光を受けてほしい。皆さんの心に、イエス・キリストを信じる信仰によってイエス様が来てくれます。イエス様とコミュニケーションをとって、イエス様に感謝を捧げて、イエス様ありがとうございます、新しい一日をありがとうございます、新しい一年をありがとうございます。イエス様とコミュニケーションをとる、これ祈りですね。皆さん、祈りというのは何ですか。祈りというのはイエス様とコミュニケーションをとることです。皆さんは携帯で電話するでしょう。ネットでチャットを送るでしょう。まさにインターネットのですね、コミュニケーションは、神様とのコミュニケーションを教えるためでもあるんです。
人間同士のコミュニケーションが大事だっていうことが分かりますよね。でもなかなか人間同士もいいコミュニケーションが取れません。それは人間の中に罪という問題があって、その罪という問題があるがために、まあいいコミュニケーションが取れないわけです。でも皆さんがイエス・キリストを信じてイエス様とコミュニケーションを取り始めると、なんとなんと人間同士のコミュニケーションも変わってくるんですよ。苦しい人間のコミュニケーションが楽しいコミュニケーションに変わってくるんです。多くの人は苦しいコミュニケーションを取ってるんですね。人間関係が嫌だ、人間不信だ、もう人間と関わりたくない。それはまあ苦しいコミュニケーションだからですね。でも本来はそうでないんです。本来は、ちょっと景色を、本来はですね、まあ楽しいコミュニケーションになるべきですね。本来は楽しいコミュニケーションになるべきです。多くの人はですね、苦しいコミュニケーション、苦しいコミュニケーションを取ってるんですね。しかし皆さんがイエス・キリストを受け入れると、皆さんがイエス・キリストを歓迎すると、皆さんの中にイエス様が来てくださって、イエス様とのコミュニケーションが始まると、なんと人間同士のコミュニケーションが楽しくなってくるんです。ですから皆さんに一番必要なのはイエス様なんですね。イエス様とのコミュニケーション、ですからこの放送は伝道放送ですけど、何を伝道するんですか。イエス・キリストを知ってください、イエス・キリストを信じてください、イエス・キリストを受け入れてください。それが皆さんの命になり希望になるということです。皆さんの命になり希望になる、それはイエス・キリストを知ることであり、関わることであり、イエス様と共に歩むことなんです。人生というのは一人で生きるものじゃないんです。人生と一人で生きるのではなく、イエス様と共に生きることなんです。イエス様と共に生きることなんですね。それが、とても大事なことです。あ、こう景色いいですね。ちょっと景色を、綺麗な景色です。この真正面にあるのが大山ですね。でこっちのが丹沢山系と言いますね。丹沢山系、丹沢山系ですね。はい、いいですね。ここはね、ここはすごくいいロケーション、すごくいいロケーションですね。イエス様がいるとですね、この美しい景色が美しく感じます。もし、イエス様がいないとですね、
イエス様がいないと物事が色褪せて、楽しくなくなります。苦しい人生、苦しい、人間関係、楽しくない人間関係になります。しかしもし皆さんがイエス様を持っているならば、信仰があるならば、信仰というのは何ですか？信仰というのはイエス様との関係です。信仰とは何ですか？信仰というのはイエス様が皆さんの心に、いらっしゃることなんです。信仰というのは本当の命があること、本当の希望があること、それが信仰なんです。ぜひ皆さんが、本当の信仰を、本当の信仰を持ってもらいたいと思います。本当の信仰、本当の信仰を持ってもらいたいと思います。今日の御言葉、ちょっとね、聖書持ってきたので、ちょっとそこのベンチでですね、ちょっと読みたいと思いますね。本当に人はほとんどいないというか、本当にこういう時外配信しやすいですね。人がいるとですね、人がいると外配信しにくいんですけど、こうやって全然人がいない、全然人がいないってことはですね、すごく外配信しやすいですね。それではですね、御言葉を読みたいと思いますが、今日の御言葉、ローマ書10章ですね。ローマ書10章、はい、ローマ書10章ですね。ちょっといいところ読んでいきましょうね。3節、10章3節から読みましょうか。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、
主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。旧約は律法がありました。律法では救われないのですが、律法を通して、私たちは、罪というものを発見し、律法を通して神の義が欲しくなるのです。人間の義っていうのは人間が正しいことをするということですけれども、人間は罪があって、人間がいくら正しいことをしても救われないんですね。神の義が、おはようございます。神の義が必要になってくる。神の義が必要。多くの人は人間の義では救われないということに気づいて、律法では律法を守ることができない。自分の力で律法を守ることができない。神の義が必要だ。イエス・キリストが神の義であり、イエス・キリストが心の律法になります。皆さん、私たちはイエス様が必要なんです。彼に信頼する者は失望されることがない。イエス・キリストに信頼すれば、イエス・キリストに信頼すれば失望することはありません。また、主の皆というのはイエス様と言ったらいいでしょう。イエス様を呼び求める者は誰でも救われる。イエス様を呼び求めるならば誰でも救われる。皆さん、簡単ですよね。イエス様と呼べばいいんです。皆さん、簡単です。イエス様と呼べば救われるんです。すごいですね、皆さん。もちろんそれは信仰を持って呼ぶんですよ。イエス様救ってくださいとかね、イエス様助けてくださいという気持ちでイエス様と言うんですよ。じゃあちょっと皆さん言ってくださいね。はい、お正月ですからね、言ってください。イエス様、イエス様。はい、声出して、恥ずかしがんないで。イエス様、イエス様、言いましたか？1年が大違いですよ。この1年が、ね、呪いなのか祝福なのか、絶望なのか希望なのか大違いですよ。言ってください。はい、イエス様、イエス様、言いましたか？言いましたか？はい、皆さん、本当のお正月、本当のお正月、それはイエス様に感謝し、この一年を祝福を願うこと。2018年、この一年をイエス様に祝福を願うこと。それが本当のお正月です。それが本当のお正月です。お正月に、ですね、お正月にすることは、去年1年間を感謝し、今年1年の祝福を願うことです。初詣行っちゃいけません。初詣行っても祝福されません。初詣行ってもですね、呪われるだけです。ね、呪われるだけです。イエス様に向かって、イエス様を喜ぶこと。イエス様に感謝すること。イエス様が必要だ。イエス様が必要だ。イエス様が一番必要なんだ。そのことを皆さんが信じて求めることが大事なんですね。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、希望に満ちるような人生になった。イエス様を信じて、生きる力が与えられた証。スタートスタートスタート。
スモードで行きたくない。行っちゃダメです。行っちゃダメです。イエス様のおかげで希望に満ちた。初詣行ったことをすごく後悔している。来年行かないでくださいね。行っちゃダメです。今年は希望にあふれた。イエス様を信じて自殺を思いとどまりました。まさにね、自殺する人はね、ネガティブループですね。ネガティブループですから、自殺願望のある人はまさにイエス様を信じなければダメです。イエス様を信じれば自殺願望のネガティブループが打ち壊されます。死んではいけません。死んではいけません。命の方を受け入れてください。命の方を受け入れるならば、死にたい気持ちがなくなっていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。神は呪うのかということですが、聖書によると神様は祝福と命を置く、祝福と呪いを置くかな、祝福と呪いを置く、命と死を置くとあります。それを、選びなさいと、ね、祝福を選びなさい、命を選びなさいということです。つまりどういうことかというと、イエス様がこの地上に来たのは、イエス様を選ぶということが祝福を選ぶ、命を選ぶということなんです。そしてイエス様を信じないということが、死を選ぶ、呪いを選ぶということなんです。ですから本当のことなんです。大事なことなんです。イエスキリストを信じるというのは、祝福を選ぶことです。命を選ぶことです。イエスキリストを信じないということは呪いを選んでるんです。本当なんです。呪いを選び、死を選んでるんです。ですからぜひ、これはとてもとても大事なことで、皆さんが、どっちを選ぶのか、祝福を選ぶのか、呪いを選ぶのか、聖書にそう書いてあるんですから、ね、皆さんイエス・キリストを信じるというのは、祝福を選ぶことになるんですよ。命を選ぶことになるんです。とても大事なことなんですね。とても大事なことなんです。ぜひ皆さん、今年は祝福の年にしましょう。去年は呪いの年だったかもしれません。しかし今年は、祝福の年にしましょう。イエス・キリストを信じている方々は、ますますイエス様を選び、ますます祝福を受けましょう。ますます命を受けましょう。ますます喜びを強めましょう。感謝を、ね、溢れさせましょう。神様は感謝する者にさらに祝福を与えます。イエス・キリストを喜ぶ者にもっともっと命を与えてくれます。私たちはイエス様の命が必要です。イエス様の祝福が必要なんです。
求める者に与えられるんです。イエス様ください、イエス様祝福をください、命をくださいと熱心に願う者には与えてくれるんです。皆さん求めようではないでしょうか、求めようではないでしょうか。私たちはその求めるその相手の方を知ったんです。イエス様という方を知ったんです。救い主を知ったんです。その方に求めればいいのです。その方に求めれば、惜しみなく与えると書いてあります。惜しみなく与えるのです。問題は信じることです。その方が祝福してくださることを信じ、命をくださることを信じ、熱心に、求めることが大事なんです。2018年、皆さんがものすごい祝福を受けることができるんです。ものすごい祝福を受けることができます。それは皆さんの信仰にかかるのですね。皆さんの信仰次第と言ったらいいでしょうか。信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんの人生が、変わるのです。皆さんの人生、皆さんの人生は皆さんの信仰次第だということですね。皆さんの信仰次第、皆さんの信仰次第、イエス様に対してどう思うか、イエス様に対してイエス様を喜ぶのかどうか、感謝するのかどうか、喜ぶかどうか、感謝するかどうか、それがとても大事なんです。それがとても大事なんです。皆さんが感謝すればするほど、喜べば喜ぶほど、その電話、どうして今の時に電話でしょう。止まりましたね。皆さんが本当にイエス様をね、ちょっと座ってですね、皆さんが本当にイエス様を喜んで感謝して喜んで感謝して歩むかどうか、それがとても大事なんです。それがとても大事なんです。希望というのはそういうことなんですね。皆さん、希望というのは、その可能性であり将来であり、イエス・キリストを通して素晴らしいことが起きるということを信じること、全知全能の方が、信仰を通して助けてくださることを信じること、イエス様が皆さんを愛していて、皆さんに、良いことをしてくださることを信じること、それが希望です。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 イエス様が希望です。イエス様が希望です。皆さんの本当の希望、本当の命、それはイエス・キリストですね。イエス・キリストが皆さんの本当の希望、本当の命、命にみなぎる人生、命にみなぎる日々、いいと思いませんか。外国人がですね、外国人が日本に来てびっくりするのは、日本人はまあいい人が多いし礼儀正しいけど元気がない、暗いと、思うそうです。ある方がですね、ある方が、まあ、インドに住んでる方が日本に来ると、インドの子供たちと日本の子供たちと大違いで、インドの子供たちは貧しいけど
元気があるけど、日本の子供たちは、豊かかもしれないけど元気がない。ですから日本は特別に皆さん、絶望している国なんです。日本人は特別にイエス様が必要なんです。日本人には特別にイエス様が必要なんです。皆さんにはイエス様が必要なんです。私にも必要です。私にもイエス様が必要です。皆さんにもイエス様が必要です。本当に必要です。もっともっと必要です。もっともっと希望が必要です。もっともっと命が必要です。もっともっと祝福が必要です。もっともっと祝福が必要です。もっともっと祝福が必要です。求めましょう、ね、皆さん、ね、求めてこの放送に来ていらっしゃいますから、皆さんは受けます。皆さんは求めています。皆さんは求めてこの放送に来ておられます。ですから受けると信じます。受けると信じます。たくさん、たくさん、命を受けるでしょう。祝福を受けるでしょう。皆さん今年はもっともっとイエス様に求める年にしませんか。もっともっと上乾いて、もっともっと希望に満ち、喜びに満ちる一年にしませんか。命の方を知ったのです。見つけたのです。宝を見つけたのです。本当の宝、本当の宝を見つけたのです。お金ではありません。この世の欲ではありません。本当に必要な、人間に本当に必要な希望、本当に必要な命、その方を見つけたのです。その方を見つけたのです。その方は生きておられるのです。目に見えません。しかし生きておられるのです。働かれているのです。私たちの祈りを叶えてくれるのです。喜びましょう。おはようございます。ご苦労様です。あの方はね、犬を連れて散歩してるんですが、同時にゴミ拾いしてるんですね。ですからちょっとご苦労様と感謝を言いましたけど、いいですよね、こう犬の散歩の、そういう方他にもいますよね。犬の散歩をしながら、まあ、ゴミ拾いをするという一石二鳥で、非常にそれはいい行いだと思いますが、でも、ね、イエス様を信じて罪を許されて、それをすると、信仰でそれをすると天に宝を蓄えます。信仰がないと、ね、その良い行いがですね、自分の栄光になってしまいます。全ての良い行いが、全ての良い行いがイエス様に栄光を返すような、それが本当の良い行いですね。それじゃあ招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ私にはイエス様が必要だということが分かった、ああ私には本当の希望、本当の命が必要だということが分かった、イエス様を信じて希望に満ちた一年、命に満ちた一年を送りたい、イエス様、イエス様、命をください、命をください、私の心に来てください、私の心に来てくださいと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。アメン。天の父様、感謝します。静かな、
静かな平和なお正月を感謝します。今年一年、あなたによってあなたによって平和な一年になりますように、祝福される一年となりますように、命にみなぎる一年となりますように、喜びに みなぎる一年となりますように。あなたが命です。あなたが喜びです。あなたが命です。あなたが喜びです。今アーメンと言った方々が命にみなぎりますように、喜びにみなぎりますように、素晴らしい一年となりますように、素晴らしい年になりますように、祝福してください。あなたと共に歩みます。あなたと共に歩みます。あなたから離れません。あなたにいつも感謝を捧げます。イエス様、あなたにいつも感謝を捧げます。どうぞリスナーの方々がイエスキリストを信じてみんな祝福されますよ。皆さんが祝福されますよ。皆さんが祝福されますよ。日本が祝福されますよ。世界が祝福されますよ。世界が祝福されますよ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。今晩はね、皆さん、今晩はチャンネルじゃなくてですね、このスマホでやります、ね、うまくいくかどうかちょっと分かりませんが、今晩はチャンネルじゃありません。ユーザー放送、このスマホで8時から放送します。それじゃあ皆さん、夜8時に、そして明日は、明日の朝はツイキャスですね。明日の朝はツイキャスです。シャローン、シャローン。